いどうもピョッキーです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ワルシンアラウンドザウォーターフロントということで、水辺の周りのセイウチということでしょうか。トロールコースでさ、水中のステージって結構珍しいよね。さて、水中のステージは一体どんな罠が仕掛けられてるんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.01%で、僕の動画ってさ、真っ暗になった時とか特にそうなんだけど、バグみたいなん映んない。いや、ほんと申し訳ないなと思って。もしかしたらさ、もうすぐビビったいわ。もしかしたらね、もうすぐ治ると思うから、待っててっていうか、何ですか、お題開幕さかな。もしかしたらね、今のパソコンのパワー不足かもしれないんですよ。いや、新しくパソコンを買ってるんだけど、それがまだ使えるようになってなくって、で、そのパソコンだったらもしかしたら治るかもしれない。っていうか、ここは行き止まりですね。魚が出てくるんですか。通り過ぎないで。今リアクションの準備してたよ、僕。タッタラッタンタラッタンタタンフータッタラッタタンラちゃん。ドサザエさん、このドッスンは左来るのかな。いや、左には来ないみたいだね。右に行くっぽい。なんでバネを救出した瞬間すぐ左に逃げる。バネパラシュート、いかついして可愛い色のパラシュートつけやがって。ピンク色だなんてよ。じゃあ一旦ここはバネを持っていくのが正解だよ。そしてこの四角の枠を叩く。そしたら、いや、まだ生きれるよ。バネをここに置いて、じゃあここは四角の枠無視して早く進めっていうことだね。いや、ここでバネがいるのか。やっぱ持ってきててよかったね。これはバネ、これは、いや、全然いい、全然いい。で、あいつバネ、今日はさ、バネ結構味方してくれるんじゃない。そしてこっからさ、バネ、いや、今のはこのロコロコは悪くない多分いや、違うんだって。もう真面目にやろう、嫌われちゃう。こんなことだったらチャンネル登録が解除されちゃう。僕は今から真面目にやりたいと思います。ここは一旦バックを蹴って、この亀を持って土管に入る。これが正解なんじゃないんですかね。なんだと、僕以下同じ魚類ちゃんか。一旦ここはパウンをして、あっ、来るなら来いよなんだこの始末は。ダブル肌。そういえばね、本当にありがたいことに、おかげさまでチャンネル登録者数が10万人達成しそうな勢いなんですよ。いや、本当にありがとう。こんな叫んでるばっかのやつの動画を見てくれて。あ、ここ右、何やってんの、ゲームに集中せ。で、10万人いったらね、何かやるんですかって結構聞かれるんですよ。まあ、いくつか考えてやって、うわ、言っていいかな、一つだけ言っちゃおうかな。うわ、どうしよう過去最大級のプレゼント企画を用意してます。こんなの無理だか。これさ、一番左に追っておいて、こっから走っていけっていうことなんじゃないかな。ちょっとそれで行ってみていい。いや、いけるいけるいけるで、その応募方法なんだけど、ツイッターの方限定になると思うんですよ。まあ、送り先のやり取りとかね、あるからね、どうしようもないんですよね。なんでちょっと宣伝じみてますけど、ツイッターのフォローお願いします。っていうか、こっちやなかったの？さっきブブって言われたの僕聞こえたよ。なるほどね。左行けっていう感じか。え、左行き道とかあった？よし、それじゃあここからちゃんと実況しよう。いや、ゲーム選挙しよう。ここで投げろっていうことでしょ？そしたら何か変わるみたいな。まあ、何も変わらんよね。いや、ていうか、これやられてんのかな。確かこのブロックに入ってる時って無敵状態じゃなかった。ダメって、何ですかこれが。ガバ発見しました。多分ね、ここの左のオンオフ意味ない場合、なんで別のルートがあると思う。さっきさ、ブラパがいっぱい出てきたところあるじゃん、土管から。あの土管全部調べてってみようか。もしかしたらどっか次のルートにつながる。ブラパ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 いや、まだ一番右の可能性もあるよ。こっから右にダッシュして、次こそ行きます。こっから右にダッシュ、そして一番右で止まる。ほらほら、なんかさ、一番右コインじゃん。なんでここ入れるじゃない。やっぱりそういうことか。ちょっと分かりにくいね、この制作者さん。そういうとこあるよね、この方って。今ね、中間ポイント隠されたんですけど、頼むスネオ、今日はスネオ信じるよ。来た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 、これで中間よしよしよし。そして、あ、そして一旦やられたら多分先に進めるようになるっていう感じだね。まあ、今のイカに乗って右側に渡ってもよかったんだろうけどね。うわ、絶対なんか変わりそう、ここの放題。でも僕は何も変わらないと信じて、このまま、いや、真ん中の男、ここは正解。え、そうでしょ、ここだけ笑うな。いや、これはやらせっぽい。こんなところだけ綺麗に。なんだお前
前はさっきから引っ込んでるザコゲ。失礼、感情が高ぶってしまいました。もう僕は金輪際花に引っかかりたいと思います。ここは右でダッシュして花を避ける。そしてこのまま右ダッシュしてのけられないな。いや、まだ救世主が一つ残ってる。このハテナブロックなんだ。ゴイ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 唇ちょっと別。いつも思うんだよね、うるせえなって。編集するとき自分の声うるせえなみたいなさ。え、ここはこの水中、あ、水中の中じゃ風って弱まるんだね。ということはここは右にダッシュして早く風に乗れと、そういうことですね。このハテナはなんだ、コインか。危ねえ。さあテレサ、僕とお遊びをしようじゃないか。いないいないバーすると見せかけて扉に入ります。そしてここはキノコだね。このハテナフラワーなんじゃない。あ、やっぱそうだよね。そして右に行く。うわー、ここ爆発しないか。ということはここチャッカマンする必要があるんだよ。チャッカマン、チャッカマンさして。なんで一人で自爆してんの。え、この状態で右は、うわ、やっぱ開かないよね。あ、この線だ、この線の右側でチャッカマンすればよかったんだね。うわ、この下何があるんだろう。C 耐久ですか。何この C 耐久。もうやめね、こういう一番カットするかしないか悩むやつ。見てるみんなも困っちゃうから。こんなの、僕こんな遅い中ずっとトーク続けれる自信がありませんよ。なんで僕飛ばしたいと思います。というとでも思ったでしょう皆さん。僕はあえて飛ばさないでこの知りたい気をみんなにお見せしようかなと思います。さあ、どっとこら遊ばせ。この線の向こう側に行く前にチャッカマンしたいと思います。チャッカマン。そしてこのまま右、あ、ここでボム兵が出てくるんだね。このボム兵を右に投げてこのブロックを壊せっていうことか。いや、面白いね今回のコース。あんまり見ないパターンのやつだ。何やってんの今の。何、もしかしてボム兵が爆発したあれでなったんかな。そしてそろそろ中間ポイント欲しいな。いや、なんか嫌な予感しかしないな。何あの砲台は、どうって書いてる。僕あえてここで待ちます、何もしないで。そしてさ、これどうやってやられればいいんだろう。あ、これ下に行けってこと。こっち新耐久なんかな。いや、絶対そうっぽい、そうっぽい。なんか来るんだろうね。あ、なるほど。あ、これ簡単じゃん多分この。いや、難しいねこれ。風に笑うて喋らせて。いや、これはいける。よし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 。ちょっと語彙力ゴミだったね今。まあいつもゴミなんですけど。よく見たらさ、砲台の裏にバネがあるじゃん。ということはここでジャンプしてバネを避ける。あぶって、そして右下の土管か、あそこの方に行きたいと思います。なんだこの2発目のバネは。これなんか意味あんのかな。豚が出てきましたけど、まあ豚は放っといて、あの土管に進みましょう。さあ次は何が待ち受けてる。そろそろさ、中間ポイントにあってもいい頃だよね。いや、これ絶対取れるよ。よし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 。そしてここはオンオフをして扉に入る。もうそろそろゴールなんじゃない。なんかね、今の雰囲気ゴールっぽい。ここは、いや、なんで今左見てたよ。石屋敷ここの雰囲気ってさ、なんかゴール直前っぽいよね。なんでチェックポイント2でゴール寸前なんかなと思ってたんですけど。そしてここドッスン、わかる、左見てるんだよね。それなのに後ろ来るの。え、なにこの仕様。え、初めて知ったんだけどね、こんな。じゃあここでバーンを叩いて扉に入れと。より仕様とかそんなんなんかな。そしてここはドッスンが落ちてきて、ブラパが落ちてくると思う。なんでここにおるのが正義。いや、思いのほか当たり判定がでかかったね。次はギリギリ攻めてみます。ここ、いや、合ってる合ってる合ってる。あぶねえ、こんなバネも。え、これはどうすればいいの。あ、左に行けばよかったってこと。こっちが正解。いや、違うじゃねえか。どうすれば。いや、そういうことね。右で待っておけばよかったのか。ということはこっちは何なんですかね。あ、中間。いや、あぶった。いや、ということはここで戻ってやらさせてくれるっていう感じでしょ。優しい、ちょっと優しいとかあるじゃねえか。制作者さん、さあやってくれ。なぜそういうパターンですか。今回もそういうパターンなんですか。なかなかやらせてくれないのか。いや、そういうのやめてって。さっきも何かあったじゃん、こういうの。何もできないみたいなさ、水中で。もうやめました。ここは一旦ドスを落としておいて、すぐ右に逃げる。そしたら P スイッチが出てきて、下に行けるっていう感じでしょう。どっちに行こう。右が左。右を信用したいと思います。左は入れたのかな。どっちだろう。多分こっちで合ってて。
対ここ破壊するよね。すぐドスが。やっぱ来ると思ってました。多分キノコ状態いるよ。そしてこっからの何その出方、スーパーマンじゃねえか。いやまあ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 、もう終わった感じですかね。これは頼む、隠しブロックはないですね。やんでー、この扉に入った瞬間すぐ右に行ってドッスンタッチをかわす。これで合ってるんじゃないんですかね。さあここは、あ、ここでキノコ状態じゃないとこの扉に入れなかったっていう感じなんだね。そしてここは右上、いや鍵ないしね、この扉しか入れないよね。どういうことだろう。え、もう一回、あ、わかったわかった、ここでパンを持つんだきっと。このパンを持ってこの扉に入れば何か変わるんじゃないかな。頼む。待て待て待て、どんなのわかるか。それでは私行ってまいります。ドアから出た瞬間左に行く、そして右に行く。こんなの無理じゃんか、どうやって勝てばいいのよ。トロールコース最高。もう頭痛くなってきた。人ってこんなに叫んだら頭痛くなるもんなんですね。じゃあここどうすればいいんだろうね。一旦さ、このパンを発動させてみる、ここで。そしたらどうなるかなんだけど、 P スイッチが出る、 P スイッチが押して何か変わるみたいな。何も変わんないよね。あ、わかったわかった、ここでパンを持って P スイッチが発動してる状態だったら弾が来ないみたいな。あ、やっぱりそういうことなんか。そしてこっから鍵側に入れないんかな。え、あー、わかった、こっから左下の扉に入るんだねきっと。なんでここでブラパが出てくるより早くこの扉に入るんだよきっと。それでなんか変わるんじゃないかな。何も変わんないの。え、もう一回やり直してみようか。そしたらなんか変わるんじゃない。ここに入る、そしてまたこの扉に行きます。今全然変わんないね。あ、わかった、今さボム兵が右下のブロック壊したじゃん、それでなんか変わってるんじゃないかな。ほらほらほら、変わってる変わってる、これでこの鍵ドアに入ればゴールに行けるみたいな。切ったのか、これは本当に進ませてくれるのか。ダメって。さあ鍵ドアの前まで来ました。たださ、最後にピースイッチがあるじゃん、これが。あ、待って、いや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 。さあ一旦これ叩いてみる、上行ってみようか。あ、上は何もない感じだね。これ何、うわすげえ気になる、弾とか出てこないから。いや、どう、あー、なんか俺なんか見えた、ちょっと弾が見えるんだよね。あぶね、引っかかりませんでした。ここの P スイッチは何でしょうか。あ、ジジっていうことで、どうもありがとうございます。いや、めっちゃ凝ってたね今回このコース。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ強引ということで、説明文にですね、パウを使って強引にって書いてるんですよ。まあサムネを見る感じやさ、パウを投げてゴールすればいいだけっていう風に見えるよね。ただね、クリア率が 3.94% っていう、まあ低すぎるわけじゃないんですけど、パウを投げてゴールするだけだったらクリア率こんなに低くならないと思うんですよ。ということは何かしらのからくりがあると思います。それじゃあ早速やっていきますか。まあ見て分かった通り、ゴール条件がなんかあるんだよね。パウは持ったままゴール、え、パウ使ったらいけないの。いや、それはちょっと想定外だね。あ、このパウ投げたらいけないの。一旦置いてみる。あ、置いてこのパックを倒していけみたいな。いやー、なるほど、そういうことね。なんで奥動作をめっちゃ早くしなくちゃいけないんだよ。ここでオッケーオッケー、ちょっとリズムが悪かったみたいだね。リズムよく行こうか。オッケー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 、来ました。どこやってんの。うわ、もったいね、ちょっと焦ってしまったね。次はゆっくり行こうか。ワンツーワンツーワン、来ました、これでゴールができるんじゃないですか。いや、これね、難易度はそんなに難しくないんだけど、素晴らしいアイデアだと思います。どうもありがとうございます。いや、ちょっと待って、最近一発マリオ終わるの早すぎるんじゃないんですか。ということでこのコース最速タイムを狙っていきたいと思います。最速が4秒、なかなか早いじゃないか。さっきので6秒だったもんね。私ちょっと本気を出させていただきます。奥奥、あ、これ投げてもいいんだね。なんで最初スタートした瞬間ここで投げる投げる投げる、ちょっと真面目にやりたいと思います。別キングが出てしまったね。いや、来たんじゃん、これめちゃくちゃ早いよ。
なかなかやるじゃないか。最速タイムを取るのがこんなに難しいなんて。はい、これでどう。やった、これは来たんじゃない。めちゃくちゃ早かったよ。これね、パウを投げ捨てるのはめちゃくちゃ速くないといけそうにないんだよね。これは来たんじゃない。めちゃめちゃ早かったよ今。シャッシャッシャッ。15分ぐらいずっとやってた。いや、この記録を抜いた人は本当にすごいと思う。自分自身で言っちゃうけど、この記録はめちゃめちゃ早いと思うよ。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。